滑舌のトレーニングです。割り箸2本太い方ですね。これを両くわでまた噛んでいきます。くわえながら顎は固定ですね。この形母音のあになります。顎を固定してベロもですね、下も筋肉ですので、顎を固定して負荷をかけて、舌をしっかり動かす練習です。加えながらラーラーラータータータナーナーナーカーカーカーサーサーサーラッタラッタラッタラナーラナーラナーラッカーラッカーラッカーラッサーラッサーラッサー、はい、という具合にですね、ラタナカサラタナカサ体操と言いますけれども、加えながらこの下のトレーニングをすると滑舌の効果が出ます。このトレーニングは人と話をしていると聞き返されることが増えた、声の衰えにもとても効果があります。声が20歳を伺えるトレーニング、私の本より詳しくやり方が載っております。ぜひ参考になさってみてください。